続いて、開園から65年間、愛されてきました、福岡市東区にあるカシイカ園シルバニアガーデンが、ことし12月30日に閉園することが発表されました。カシイカ園シルバニアガーデンは、チューリップなど季節の花々が咲く、西鉄カシイカ園として、1956年にオープンしました。 大観覧車やジェットコースターなどの大型遊具もあり、多くの親子連れなどに愛され、ピーク時には年間57万人が訪れていましたしかし、レジャー需要の多様化や、施設の老朽化、さらに新型コロナウイルスの影響も重なり、今年度の来園者数は13万人程度と、厳しい状況が続いていました。平成に入って、実はもう、えー、ほぼ赤字と、 いう状況でありましたそういった中でも何とか象徴地域貢献も含めてですね考えながら維持しきたわけですけれども、えー、こういった状況の中ではもう限界だなと閉園日は12月30日ですまた西鉄は7月から福岡市の中心部や北九州市の一部で運行している100円バスの運賃を150円に値上げします コロナ禍による業績悪化を受けて決めたということです。